しでれ7話やっていきましょう。ぜひとも皆さん、グッドボタン、チャンネル登録、ボタン、よろしくお願いいたします。それでは行きましょう。レッツゴー！来た！セイキン。マサチカ様。ブラドリ！綾乃、何か言おうか。怖いな。突然失礼いたしました。かわいいな。少しお時間をいただけますでしょうか。おう。わかった。こちらに。かわいい。相変わらず忍者みたいなやつだな。忍者だな、確かに。あと首バシってやるだけで。いやい。この度はマサチカ様のお時間をいただき。いいから。本題は。まさに嵐来た。ではマサチカ様は九条様と選挙戦に立候補されると、それは間違いございませんでしょうか。おお。今回の一件、ご当主様は大変ご不快に感じておいでです。数王家を捨てられたマサチカ様がユキ様の邪魔をされるとはどういうことかと、ひどくお怒りのご様子で。おお。クソじじい。家を出る以上はもはや他人だと思えだとか、ユキの兄と名乗ることも許さないとか言っておいて、おい、こんな時だけ家族面か。ふざけんなよクソじじい。へえ。それでお前がシーンを訪ねるために使わされたってことか。いいえ、私の意思です。ユキ様の従者として主に敵対するものあれば、その真意を図らなければなりません。あ、そういう感じ。侍かよ。おお、忍者から勝った。私は信じておりました。マサチカ様がユキ様を悲しませるようなことは決してなさらないと。それは間違いだったのでしょうか。俺はユキと敵対するために立候補を決めたわけじゃない。結果としてユキと敵対することになっただけだ。順番がどうであれ、敵対する事実に変わりはありません。マサチカ様にとって九条様と立候補されることは、ユキ様を裏切り傷つけてまでやらなければならないことなのですか。ああ、俺は俺の全力を持ってアーリャを生徒会長にする。そう約束した。何か特別な感情が。マサチカ様は九条様のこと。違う、俺が俺の意思でそうすると決めた。だからじいさんに伝えろ。今回の件でユキを責めるな。文句があるなら俺に直接言いに来いってな。かしこまりました。かしこまり。最後に一つお聞かせください。俺が考えすぎなのかな。ちょっと動揺しただけ。かしこまりって。ちょっと、まあまあ作者さんはね、女性の方ですもんね。はい。女性だからといって陰夢中じゃないっていうわけではないもんね。はい。ほんで結構なボンボンやね。すごいっすね。俺の実家みたいって言いたい。こんなね、なんか俺ね、結構考えたりするんですよ。よくさ、なんかテレビに出たりするやん。めっちゃ金持ち一家みたいなさ。自分の家がめっちゃ金持ち一家だったら俺どんな感じだったんやろうな、みたいなこう考えながら。って考えるんだけど、結局どんなに金持ちであっても、今の父ちゃん母ちゃんには巡り合いじゃないからね。だからそういった意味では、ね、変えられないやなっていう風になって、結局、俺の生まれた環境でよかったななんて思ったりする。かしこまり。かしこまり。最後に一つお聞かせください。いいよ。マサチカ様が、ユキ様に向けるお気持ちには、今も変わりはございませんか。ユキはこの世で最も大切な人間だ。その思いに変わりはない。だから頼む。あいつを支えてやってくれ。かしこまりました。マサチカ様のお心を伺えて嬉しく思います。失礼いたします。失望させちまったかな。じゃーん、見ろよ今週号のグラビア。マサチカは誰推し。俺アイドルは全然わからん。おっさんみたいなこと言うなよ。さっきの子が外見だけでいいから。この中で言ったらこの子かな。マサチカが選んだ子、九条先輩に似てるね。ほー、そうか。言われてみれば似てるな。九条先輩みたいなのがタイプだったのか。いや別に、そもそもマーシャさん彼氏持ちだし。彼氏持ちじゃなかったら狙うんだ。てかいつの間に相性呼び、がっつり距離縮めてんじゃん。いやいや、マジでたまたまだから。マーシャさんをそんな目で見たことは。デレじゃねえ。お、これはディプロスタスコイ。キラモノ。生徒会の一員になったあなたがそんなものは持ち込んでいいと思ってるの。いや、その持ち込んだのはたけしで。ごめん、これ今止めるべきじゃないのは分かってる。でもこのお弁当が俺さ、学生時代さ、まあまあブラジルの家庭なんで、お弁当の形式ってこういう感じじゃないのよ。うちの場合は三段式のさ、丸いやつにこうあって、一番下がシャリがあってさ、でこう飯があって、全然本当にね、何の文句もない。もう本当に素晴らしいお弁当いつもありがとうございますって感じだったんだけど、ただ確実に、その、日本のね、方々とは違うお弁当なわけですよ。まあ、基本給食だから関係ねえんだけど、ただ、まあ、明確にね、ブラジル人の俺と日本人のみんなのお弁当っていうのは違うわけよ。どっちもいい。どっちもいいんだけど、やっぱね、交換とかやっぱするじゃん。俺本当にみんなのね、お弁当、いろいろ欲しいなっていう。卵とかさ、なんかやっぱ、わかる。違うじゃん。なんかすごいね。
懐かしいなっていうのといいなっていう、なんかこの日本人の日本のこのお弁当ね、俺すごい好きなんだよね。ちなみにさっきの雑誌で言うと左下が好きです。ですね。なら注意なさい。はい。じゃあスオさんとは付き合いたいとか思わんの？絶対にありえない。はい、なんで？はい、ありえない。なんでって。なんでもかんでもだけど。とにかく、はい、付き合うとしたら、はい、もっと友達感覚で付き合える感じの。とやしたくよ。たくよかくや。まさちか？どうした？あいや。これは可愛い。ああ出た。そうだな。あとやっぱり笑顔が可愛い女の子がいいな。確かに目が笑わない人って親しみにくい感じはするね。あ、笑顔は確かに少ない。やっぱり普段の態度って大事だよな。あ少しは気を使え。あれが傷つくだろうか。え、まあまあ、みんな癒やしとるぜや。日曜とにかくフォローしろ、フォロー。アーリア姫くらい美少女ならそんなこと気になんないけどな。下手くそか。下手くそやな。私のことをそんな風に見てたの、はい、ごめんなさいね。顔しか取り柄のない不愛想で可愛げのない女で。そこまでは。やっぱりこれ募集よ。あ、やっぱ左下の子がいいな。黒髪ロングっていいよね。メガネもかけてもらってさ、黒髪ロングのメガネ女子とかたまんないよね。メガネ取ってそのギャップでワオみたいなさ、わかる。黒髪ロング好きっすね。これ募集よ。え、これヤング何っつってる、これヤングドワンゴみたいな名前だったな。ヤング同行、ヤング同行、ヤングの同行を知りたいって感じ、うん、でこういうのちゃんとねいろいろと読みたいんだよね。はい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 、五十嵐水、こういうのが後に出てきたりとかね、意外と関係者の名前だったりとかね、こうわかる、いろいろとねあるの、やも知らんっていうね。でどっかに陰夢ネタをぶち込んでる可能性すらあるからね。うん、1000円ギフト、ギフトなカードをプレゼント、なんやねん、ギフトなカードで、ギフトカードでいいやろ。なんやねん。あ、このなんか変な下のなんか紫の服の人、なんかアニメでこういうのなかったっけ、お笑い系の昔のやつで、違う気かな、青山さくら。うん、はい、そうですね、俺には限界です。でも多分何かしらいっぱいね、夢物語、夢物語序章、もう夢とか出るとね陰夢っていう風に、まあ、つなげちゃうんだよね。考えすぎかもしれないけどね。さすがにちょっとね。はい。あんまり油断できないからさ、この作品。さっきのもそうだけど。どうぞ、気は済んだ。はい。やはり、マサチカ様は、私の敬愛するマサチカ様でした。それはよかった。失望ではなく、お兄ちゃんはなんて？九条様と立候補されるというご意志は変わらないと。だろうね。それと、文句があるなら直接自分に言いに来い。と、ご同志様にお伝えするよう言われました。へえ、それはそれは。お兄ちゃんも本気ってわけだ。素晴らしい気迫に。思わず子宮が震えました。おめえ。おう、そうか。震えちゃったか。はい。はいじゃないんだよ。はいじゃないんだよ。ちょっと、震えるよね、そりゃ。子宮が震えるってどういうことやね。まあ、金玉が揺れるとかならわかるけどさ、子宮が震えるってどういうことやね。こいつ真面目な顔して何言ってんだよ。アホかよ、マジで。いいよ、そういうアホ好きだよ。言うねえ。素晴らしい気迫に。思わず子宮が震えました。気がわからん。あ、そうか、震えちゃったか。この妹でもびっくりしてる。はい、念のため聞くけど、綾乃ってお兄ちゃんのことが好きってわけじゃないんだよね。おっしゃる通りです。私は正親様を、ユキ様と同じくらい敬愛していますが、恋愛感情を抱いてはおりません。ああ、そう。恋人になりたいなどと、そのような不遜なことは一切考えておりません。道具として使っていただければ十分です。おめえ、ただのド M じゃねえか。申し訳ありません。ド M とは何でしょうか。知らんのか。超ド級のメイド。頭文字取ってド M だよ。ありがとうございます。あ光栄です。いらんこと教えたな。これからも立派なド M になれるよう精進いたします。最悪だ。すげえこと言っちゃったよ、おい。訂正しろ。そうでした。最後に一つ。何？これ事故るな。正親様はおっしゃっていました。絶対事故る。ユキ様がこの世で最も大切な人間に変わりはないと。おお。ユキ様か。あっぶねえ。思わず校舎のど真ん中でお兄ちゃんへの愛を叫ぶところだったぜ。マーモトみたいに、ああまったく、私の可愛いお兄ちゃん様め。にしても本気で私と戦うつもりなんだ。面白くなってきたじゃん。正直アーリャさんだけじゃ相手にならなかったし。1年生の大半がユキ様の当選を予想しているようでした。
九条様に関しては中等部の頃の周防会長を知らない転入生がなんか無謀なことやってるといった印象のようです。お兄ちゃんはこの状況をどうひっくり返すつもりなのかな。楽しそうですね。だってあの天才周防家の神童と本気で戦えるんだよ。今まで私が何をやっても勝てなかったあのお兄ちゃんがアーレさんという強力なパートナーと共に本気で私に挑んでくる。すごい、ね、心躍るよ。やりがいがあるよ。全力で相手してあげる。ところで綾乃、今の私めちゃくちゃラスボスっぽくない？なんかはい、アホっすね。はい、あのアホなのと なんかっぽいなって思った。なんか言いたいことはわかる。なんかのアニメでなんか何回か通ったなみたいな。でちなみに選挙の話で若干関係ないけど、アメリカね、そろそろトランプさんとなんだっけ、なんかもうデカマラで覚えちゃってんの、なんだっけ、デカマラハリスみたいな、まあわかるやろ、が今まあ戦うっつう流れで、なんかそのハリスさんの方がリードしてるよっていう風に出てて、でも流れ的にそれ本当かみたいな感じになって、結構今状況的にはトラさんが本来は、まあ、前回のあの銃撃の件もあって士気も上がりつつで、やっぱこの昨今のね、ポリコレ祭りやら LGA 祭りやらで結構ヘイト溜まってるから、こうトラさん優勢かなっていうところなんだけども、ただ出た情報としてはこっちの方が全部のね、選挙区で優勢だよみたいなのが本当か知らんけどね、出てるみたいで、結構荒れそうっすね。どっちが勝ってもこれややこしいんですよ。どっちが勝ってもややこしいですね。そのハリスさんの方になれば今のこの流れで加速するからさ、ポリコレ祭りやらね、加速するから結構カオスな、今までに見たことない世界になるし、トラさんになったらなったで、それはそれでなんか多方面で荒れるしみたいなねっていう、どっち応援するみたいなさ、感じでね、ややこしいんすな。まあでも少なくとも移民問題は全部移民を即日で返すって言ってるんで、そこら辺はなんかトラさんはちょっと期待かな。逆に移民の流れを加速させるのが多分、ハリスさんの方になると思うので、そういった意味ではまだ良いかな。ただライフル協会とのお友達っていうのもあるんで、どういう風にそれを追い出していくのか、場合によっては荒れるよね。だし、今回、あからさまに何があってもトラさんの勝ちやん、なんてなった状態で負けたら、それはそれでよく言われてるね、内部でのバッチバチがね、見えてくるんで、そんな内戦ともならんと思うけどね。ただまあまあ、どっちにしてもなんかこう、難はありけりみたいなところだよね。ややこしい。っていう、ちょっと思い出し話に。どっちにしても日本にとっては大変だよ。レイズです。キット。カット。フォールド。カットカット美味しい。降りるわ。あら、そうですか。私は豚だったのですが、ハッタリをかましてみるものですね。残念だったわね。あらら。うおぉ。がっつり甘いもの大好きには辛いな。スオーの方が一枚上手みたいだな。忍びかよ。ああいう駆け引きはユキの得意分野ですからね。それもあるけど、単純にアーリャちゃんが分かりやすすぎるんじゃない？豚で手札がない。サシナ先輩、俺が思っても言わなかったことを。あ、なんかごめん。九条妹は意外と表情に出るんだな。それぐらいが可愛いけど。あれよりも随分感情の起伏が薄い印象だったが、もしかしたら九条姉の方が表情は読みにくいかもしれん。ああ、確かに。私も正直あの子の考えは読めないな。聖母って感じのすっごいいい子なんだけど、時々なんか不思議な言動するんだよね。独特の感性してますよね。というか天然？思っても言わなかったこと。すごいね。サラシナ様。お飲み物はいかがですか？カンタってなんだよ。カンタゴレーヌ。すごい気配の消し方だね。グレープだな、多分。いや、俺はいい。まだ足。さようでございますか。カンタ！それにしてもその佇まい、スオーの従者として学んだことなのか？はい、祖父母から習ったものです。おー？綾乃の祖父母はユキの家で働いていたんですよ。じゃあご両親も？いえ、私の両親は会社員です。え、そうなの？はい、祖父母に憧れて望んだことなので家業というわけではございません。いつ頃から従者やってるの？明確にいつ頃というのはないですが、従者になることを決めたのは確か小学2年生くらいだったかと。早くない？それだけ祖父母が憧れでしたので。それにまさしく主にふさわしい方でしたから、ユキ様は。あやの、ちょっと失礼、申し訳ございませんでした。まさしく様、そこは気をつけてくれればいいんだけど。目が決まりきって上がる。なんでだ、もう怒ってないのか。一体どこで好感度上がったんだ。音を立てないようにするのも従者としてのスキルなのか。はい、祖父母には常々言われておりました。使用人たるもの空気となることを心がけるべきだと。シーフィアン、ああそこで練習するんだ。そこまでやる。そこまでやるかね。綾乃ちゃん、私にもジュースもらえるかしら。綾乃ちゃん、これは失礼しました。マリア様。マリア様、マリアちゃんうるさいって怒られちゃった。
マリア様って。おいおい、大丈夫か？喧嘩にならないだろうな。大丈夫でしょう。ありゃ、随分と楽しんでるみたいですし。おぉ。はしゃいでるわね、珍しく。ですよね。わかる？わかります。はしゃいでる？普通はそうは見えんがな。あら。でもわかるんだね。ちょっと買ってこようかしら。私が。いいのいいの。あやのちゃんは今日のヒロインなんだから。俺とお前が一応この歓迎会の主役だから、女のお前はヒロインってことじゃないか。そういうこと。じゃあヒーローさん、エスコートよろしくね。なんでや。おお、なんでや。確かに。飲み物買ってくるけど、何がいい？私はカフェオレお願いします。おしるこをお願い。俺はサイダーで頼む。コーラ、あ、いや、やっぱりジンジャーエールで。私は水で結構です。私はレモンティーで。マリアさんは言わなくていいでしょ。行くしな。一緒に行くんだから。そうね。はい、かわいいっす。サイダーにジンジャーエールにレモンティー。あと茶色のカフェオレにおしること水ね。了解。絶対俺無理、100無理。改めてありがとうね、クゼくん。何ですか、いきなり。アーリャちゃんと一緒に立候補するって決めてくれたこと、アーリャちゃんきっとすごく嬉しかったと思うから。なんというか、今言うべきことでもないんだけど、素敵な足してるよね。ちょっとこう、ここでさ、ここでちょっとこうなって、こうなって、この靴下パンストなのこれ、靴下なの、わかんない。俺あんまりちょっとね、女の子のそういうのわかんないんだけどさ、なんか ここのこうなってこうなってのはいいですね。素敵な足をしてらっしゃるということでね、の話だね。何ですか、いきなりの話。アーリャちゃんと一緒に立候補するって決めてくれたこと、アーリャちゃんきっとすごく嬉しかったと思うから。別にマーシャさんにお礼を言われるようなことじゃ。もちろんお礼を言うことよ。ずっと頼る人がいなかったアーリャちゃんを支えてくれる人が現れたんだもの。ほう、もしかしてマーシャさん、アーリャの前ではわざと真面目なところを見せないようにしてます？私ね、アーリャちゃんと競いたくないの。アーリャちゃんはすごく頑張り屋さんで、いつだって一生懸命で、そんなアーリャちゃんが私は大好きなの。めっちゃいい子やん。いい子やね。エータ一緒にいた。だからのんびり屋の姉を演じていると。演じてるわけじゃないわ。いつも肩肘張って生きてたら疲れちゃうでしょ。適度に力を抜かないと。まあアーリャちゃんの前であえてゆるゆるになっていることは否定しないけどね。アーリャちゃんを一人にしたくないの。兄弟ってすごく難しいわよね。誰よりも近くにいる存在だけど、だからこそお互いを意識せずにはいられない。ああ、痛いほどよくわかる。俺がユキに劣等感を抱かずにいれるのも、あいつが恥ずかしげもなくお兄ちゃん大好きっ子でいてくれるおかげだしな。ユキのオタク全開のぶっ飛んだキャラは、わざとおバカな妹を演じているのか。いや、あらガチだな。いや、あら間違いなく素だな。はい、素ですね。マーシャさんはいいお姉さんなんですね。そうなの。私はこう見えて、実はいいお姉ちゃんなのよ。株上げ。今の話、アーリャちゃんには内緒ね。言いませんよ。言っても信じないでしょうし、自分の姉が実は真面目な大人だなんて。真面目な一面を隠しているのは、クゼ君も一緒でしょ。マーシャさんみたいに大層な理由じゃないですから。自分が可愛いんですよ。俺は自分が楽したいから、誰にも頼られないよう不真面目キャラ貫いているだけですわ。よしよし、頑張ってる頑張ってる、大丈夫。俺は別に。男の子だものね。偉い偉い。お母ちゃんや。なんかマーシャさんが相手だと妙にガードが緩くなるな。おお、イケてる。やはり、ね、アリサさん、緩いけどしっかりしてる。いいね。ゆるゆると思わせて。突然すみません、しっかりして。私は F 組の谷山さやか。 お時間いただけますか。おお、嵐来た。谷山さやか、確か中等部でユキさんと生徒会長の座を争った。九条さん、あなたがクゼさんと共に会長選に挑むというのは事実でしょうか。ええ、それが随分と品のないことをするのですね。恥ずかしくはないのですか。は、スオウさんがアプローチをかけていた相手を横取りするようなことをして嫌がらせですか。なそっちにいたか。何よその言いがかり。私が汚い手を使ってクゼ君を味方に引き込んだって言いたいの。めっちゃ目立ってんよ。どんな手を使ったかは知りませんが、あのふぬけたクゼさんをパートナーに選ぶなど、スオウさんへの当てつけとしか考えられないでしょ。そっちに違うわ。あらりゃ、何があった。私が汚い手を使ってユキさんからあなたを奪ったみたいな言いがかりをつけられて。なんだそれ。誰に何を聞いたか知らないけど、俺は自分でアーレと立候補するって決めたんだぞ。はい、信じられませんね。おお、すっかりふぬけていたあなたがなぜそちらの転入生と手を組もうなんて気になったのですか。ふぬけてたって。とにかくこのことはユキも納得済みだし、全部お前の誤解だから、アーレに失礼なことを言ったなら謝ってくれないか。そう、本当に裁かれるべきはあなただということですか。裁かれる。私はあなたに学生議会を挑みます。
は？聞いた？学生議会だって。マジか。何それ。どうしたの？会長候補として学生議会だって。いや、本気か。冗談でこんなことを言うとでも、あなたのような人間には会長選から、生徒会から去っていただきます。そこまで。待ちなさい。候補者同士だと学生議会で格付けされるんでしょ。私を無視して話を進めないでもらえるかしら。成績しか取り柄のない岡崎の会長候補は引っ込んでいてください。ほぶっ込むね。私たちは会長選のペアよ。あなたが同じ会長候補としてクゼ君を倒そうとするなら、私が相手になるわ。せっかく見逃してあげようと思ったのに。嵐だね。二人まとめて潰してあげます。あなた方のような人間は会長選にふさわしくない。嵐は突然にじゃねえんだけど、すごいな。めちゃくちゃやばい展開っすね。すさまじいな。えぐいわ。えぐすぎクソワロタ。そっかそっかそっか、荒れますね。次回から荒れますね。荒れます荒れますということで、エンディング聞いていきましょう。はい。今の1秒聞いただけで分かった。え？あの曲名、でも嵐は突然にところ言ってるけど、あの日、あの時、あの場所で、美味しいラーメン屋の屋台があったね、みたいな、そんな感じだったろ？僕らはいつまでも。いや、わかんねえ。わかんねえ。曲名がわかんねえけど、なんか突然出会いそうなタイトルだった気すんな。気のせいかな。で、ね、曲今オフにしてますけど、別でこれちゃんと動画出しますから、そこでは音入ってますんで、イコールこの動画を今見てる人は音入ってますっていう単発の方でね。はい。ということで、行きましょうか！突然に始まるやつ。ギター！なんか、テレビでよう流れたよね、こういうの。日本に長くいたからね。テレビ見てたんで、なんか、よく、聞いた記憶がある。多分ね。やっぱそうだ。ああ、これだ、これ、これ、これ。フルで聞くのは初めて。ダイヤイチョ、ダーンからちょっとテレビに流れるやん。うん、うん、うん。のノリじゃないよね。言葉だけ。いいな。あ、初だ、俺、フルは。やはり、ラブストーリーは突然にだ。ああ。ああ、いいね。おー、めちゃくちゃいいやないかーい。俺初めてフルで聞くっすわ。おー、いいっすね、いいっすね。いや、なんかね、やっぱいろんなさ、このエンディング変わっていって、いろんな曲をなんやかんやでこう聞いたことあるから、俺多分知らないの1曲ぐらいじゃないか。前回のが知らんかったぐらいでな、なんやかんやでそれぞれ知ってってるって感じやけど、フルで。でもこれとかね、まあ、いろんな曲そうだけど、フルで聞くの初やな。やっぱこの年代いいよね。別に今の年代があかんとかそういうわけじゃなくて、本当にね、なんだろう、この時の年代って神ソング多くねっていうことは前も言ったんだけど、本当にね、素敵。ちょっともう一回だけ、もう一回だけ聞きましょう。この始まりがすごくいい！めちゃくちゃいい！突然に始まるんだよ。ダダダーン！いいっすね。このアニメーションもまたいいんだよな。超良き。てか、嵐始まるよ、これ！やばいよ！なんか、順調にいい感じに進んでるからね、タイトルほどではねえなっていうさ、と思ったらめちゃくちゃ嵐来た。台風大丈夫？なんか台風来たみたいやけども、大丈夫ですかね？はい。
まあまあ。いいね。あー、ここのとこめっちゃ好き。たまんね。ほんと歌うまいよな。すごいわ。一緒にカラオケ行ったら楽しそうだよね。いろんな曲をさ、こんな素敵に歌ってくれて。いいね。すみれさん。いつまでも、もう、今のいいね。の、このなんかね、声の残りの感じすごくいいね。なんか、わかる。めちゃくちゃいい。どうその音を切っていくのかみたいな。ちょっと残すとこは残してさ。まあまあ。すごくいい。すごくいい。毎度毎度毎度。本当にね、曲何が来るかなっていうのが楽しみなんだよ。日本って本当に名曲多いよな。たまらんやんね。で、毎回これ語ると頭の中で、浜田省吾さん流れるんだよ。毎回、ずーっと流れるからな、ワンズが出て、ティーボランが出てて、毎回そういう風にね、なるんですけどね。だから日本行ったら、オフ会をね、やろうかなと思ってて、できるならばなんかこうね、カラオケ屋とかでね、やれたらみんなでなんかカラオケとか一緒にやったら楽しいよね。ブラジルも多分カラオケどっかにね、あるんだよ。あるんだけど、遠いからさ。だからそこに行くまでも、なんか日本人タウンみたいなのがあるんですよ。だからそこに行けば、ラーメンも食えるし、なんでもある。本当になんでもある。いろんなものがあるんだけど、そこに行くのが遠いんだ。遠いんだ。で、じゃあそこら辺に住もうぜって言うと、そりゃそれで家賃だっけからさ。まあだから、やろうと思えば、ブラジルにいても、そういうなんか日本のものに囲まれた生活はできる。言うて、俺の身の回りもスーパーとかには平気であるからね。日本の飯っていうのは。だからカラオケに関しても一応あるにはある。だがしかし、そこまで行くのが遠い、はい、ということで、今回はこんな感じで締めていきたいなと思います。最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタン、よろしくお願いします。また次回お会いしましょう。See you next time!